修道院付属教会地図修道院女子修道院、中庭バドステーナ修道院は、ビルギッタ界の母体で、スウェーデンベッテルン湖畔に立つかつての修道院、臨死ーピング大師教座に属した。修道院は王によって与えられた農場の一つとして、始まったが、バドステーナ村はその周囲にできた。修道院は1346年、スウェーデン王マグヌス4世と、 王妃ブランカの支援を受けた聖ビルギッタによって創建された。王妃は銃の農場を与えようと望み、そのうちの一つ、エステルイエートランド地方のバドステーナに、ビルギッタが修道院を建てた。ビルギッタの娘カタリナは、1374年に、母、ビルギッタの聖遺物と共にバドステーナへやってきて、数名の見習い修道所と共に、セアウグスチの修道会の参加に入った。 彼女たちはカタリナを修道院長に選んだ。カタリナは1381年に亡くなり、1384年までに修道院はリンセーピング師教座の参加とならなかった。聖ビルギッタが1391年に聖別され、1394年にビルギッタの聖遺物の移転がされると、修道院は非常な栄誉と奇心で潤った。1400年、デンマーク王エリク世は、 おばで、北欧連合王国の実質的支配者である、マルグレーテ一世によって、バドステーナで包囲された。ビルギッタ会は、聖書のスウェーデン語訳や、聖人の伝承のスウェーデン語訳の一翼を担った。それらの書物は、ストックホルムのスベンスカ・ホルンスクリフ・ソウルスカーペットの手で、ほとんど芸術作品として出版された。これらの作者は、バドステーナ所属の者たちだと知られ、 おそらく1486年に亡くなった二層、マルガレータ・クラウス・ドッテルや、国会史のニコラウス・ラグバルリもそうであったと思われる。ニコラウスが死んだ時、修道院の終焉が近くに迫っていた。1523年のグスタフ・バーサによる略奪に遭い、1527年に所有地のほとんどを失った。1540年、本や価値のあるものの大部分が持ち去られた。 迫害に遭いながらも、小さな共同体は苦闘し続けた。ヨハン三世時代、修道院は修復され裕福になり、教皇特使、アントニオ・ポッセビーノが1580年に修道院を刷新した。ヨハン三世は、カトリック教徒の王妃カタジナや芸論家の影響を受け、十分な寄進を修道院に行い、しばしば訪問していた。1594年、 セーデルマンランドコーカールが修道院を差し押さえて破壊した。修道院長、カタリナ・オロフス・ドッテルト2層の大半は、ダンツヒのビルギッタ海修道院へ逃げた。1595年、エステルイエートランドコーマグヌスバーサが死ぬと、彼は修道院内教会に埋葬された。彼の石棺は、現在も見ることができる。20世紀初頭、カトリック百科事典は、 修道院と院内の個室の水質が精神障害者の養護施設として一部残っているだけだと記している。一般病院は男子修道院のあった場所を占めている。修道院付属協会は今も立っている。そこにはセービルギッタのわずかな記念物が含まれている。この参考文献は英語版作成の際に参考としたもので、日本語版作成の際には参考にしておりません。 ありがとうございます。